今回紹介する作品はモテキです。この作品は久保光郎原作、大根仁監督脚本、森山未来、長澤まさみ、麻生久美子らが出演して2011年に公開された映画です。主人公の藤本幸男はちょっとオタッキーでモテない31歳。彼はライターの仕事を始めます。そうするとツイッター上で同じライターの松尾美幸と出会います。幸男はだんだん美幸に惹かれていくんですが、その恋はどうなっていくんでしょうかという作品です。実はその美幸という女の子には付き合っている彼氏がいます。幸男は取材でその美幸の彼氏にインタビューに行くことになります。インタビューをしているとその彼氏は結婚もしているということがわかるんです。でだんだん感情が高ぶってきた幸男は事務所に戻って記事を書いてるんですけれども、その記事がこうクソ野郎を呼ばわりをするめちゃめちゃに書いてるような記事を作って、それでもなんか感情が収まらなくて美幸の元に行きます。そこで彼は自分の思いを美幸に伝えるんですが、美幸は幸男くんじゃ成長ができないと彼を拒絶します。その後に彼が取った行動は、そのボロクソ呼ばわりしてた記事を書き直してしっかりした記事に書き直すことでした。このシーンを見て僕が思ったことは、傷つくってことはとっても辛いんですけど、それが成長するためには必要なことだと思うんです。昔ラジオのパーソナリティが、男の子は優しくなくちゃダメだと、傷ついてないやつはダメだって言ったことがあったんです。僕はいまいちその時にどういう意味なのかピンとこなかったんです。でもこのシーンを見たりして、あ、こういうことだって思ったんですよ。きっと傷つくってことは自分を知っていくっていうことだと思うんです。自分の見て見ぬふりをしている場所とか、自分の中の良くない場所っていうところを受け止める。だから辛くてちょっとこう胸が苦しくなったりするんだと思います。でもそれをすると何をどうしたらさらに良くなるかってことが見えてきて、だから成長ができていくんだと思います。思い切りやって、傷ついて、それはちょっと怖いことだけど、今の自分を受け止めればさらにいい自分になって、きっと僕にモテキがやってくるんだと、そんな風に思いました。この作品はもう細かいギャグとかが面白いです。音楽の使い方がとっても素晴らしくて、え、こんなところにこんなことが起こるの、こんな人が出てくるのみたいな面白さもあるので、ぜひ皆さんも一度ご覧ください。